先月13年ぶりにリーグ年間総合優勝を果たした高知ファイティングドッグス。全国の独立リーグの優勝チームが出場するグランドチャンピオンシップでは3位に輝きました。平間選手がめちゃくちゃ詰め込んでる。今日は高知旅広場でファンに感謝を伝えるイベントを開催。選手がカラオケや炭酸水の一気飲みで対決し、グラウンドとは違う一面を見せていました。優勝したからこういうイベントもできるので、すごい笑顔になります。来年は日本一、チームで日本一ってことにこだわってやっていきたいなというふうに思います。選手たちはおよそ80人のファンと快挙達成の喜びを分かち合っていました。